KTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はですね、こちらにねいる BMW の iX をご紹介したいと思うんですが、まあ、ちょっとね雨で濡れちゃってますけど、というわけでね、若干薄暗いですが、駐車場の中で今お送りしております。で、まあ、見ていただくとまず面白いのはここかな。開いてるようで開いてない蒸気ドニーグリルですね。まあ、電気自動車なんで開ける必要がないので、逆にあの空気抵抗を考えたらね、なるべく隙間を塞いだ方がいいので、こんな形になってるんですが、ちょっとね想像するより大きくてびっくりしちゃった。まず、幅がまあ大体 X5 ぐらい、長さが X7 ぐらい、高さが X6 ぐらいということで、まあね、BMW の SUV ご存知の方だったらご想像いただけるのかなと思うんですけれども、いわゆるこの今まであった、ね、i3 とかそういったものとはまるでサイズ感が違う感じですね。ただまあ今 SUV ブームということで SUV 興味がある方たくさんいらっしゃると思いますので、まあ、いいのかなと思いますけど、まあ、ちょっと横の方に来ていただいても、はい、私と比べていただいても結構ね、あの大きな感じではありますが、お、ここ BMW では初めてですね、こっち側にドアミラーついてますよね。でこの色使いもなんかシルバーじゃないのね、ちょっとこうゴールドがかったみたいなね、おしゃれな感じでシックな感じで、ホイールもねなるべく穴が塞いである感じですが、タイヤが意外と大きいな。これはサイズがどこだどこだ、ここだな。暗くて見えない暗くて見えないので、あの母さん後でテロップ入れといてください。はいね、でここには X ドライブ50って、ね、ここも、まあ、ゴールドというかブロンズかなのエンブレムが控えめにありますけれども、これ40と、ね、50と2パターンって、こちらはちょっと、高級な方の、ね、50というタイプでございます。でここにも、ね、IX ってありますけれども、なんか、ね、こういったこう割と細めのっていうのはいいかな、シャープな、ね、雰囲気にまとまってるなっていうふうに思います。でもまあ都会派ですけれども、こういったところにもね IX で見えるかな、水で見えないかな、ちょっとね掘ってあったりとかするんですよ。見えそうもないね、だからちょっとね、なんだろう、 SUV テイストっぽいものも取り入れつつも、まあ都会派のね、SUV だなというふうに思います。相当な厚みがありますよね。でせっかくここにいるからちょっとここだけ見てみようか。はい、こんな感じでね、あ、広いわ、相当広いわ。ちょっとね勝さんのお洋服が入ったの見てますけど、お、見て見て、この下も結構入るよ。多分これケーブル入れるとこだと思うんだけど、やっぱこれだけ広かったらね、シート倒せば相当使えるし、使い出はかなりあるんじゃないかなというふうに思います。で航続距離も長いですし、いわゆるね本当にあの今までの内燃機関の SUV と同じような使い方していただける本格派が出てきたなという印象です。ではですね、ちょっとインテリア見ていきたいんですけど、まあちょっと電気自動車なんでね、こうスイッチ入れます。お、すごい音だな、なかなかね激しい音してますけど、あ、消えたわ消えたわ。これねディスプレイがこう湾曲してるんで、なんかこうものすごい迫ってくる感がありますね。でまずじゃあこれがこんなに大きなナビ画面なんですけど、ここにね出っ張ってないんだけど、このホームボタンちょっと押しますよ。ピュッ。でこれはこういう感じでね、いろいろすごいね選択できるんですけど、まずもう一回ホーム行って、これか、あ、違うこれはナビのあれだな。なかなかねやれることが多くて難しい。メニュー、あ、出たこれやるとですね、全部ねこういろいろこうアプリ方式でね今回表示されるんですよね。だから例えばドライブレコーダー、メッセージ車内カメラとかもいろいろありますけど、こんな感じで、はい、もうほんとスマホだよねこれね。でこんだけ出てるとなかなかねややこしいじゃないですか。で車両アプリってやると、車を運転するに必要なといいますか、車関連のアプリだけがこうやって出てきます。で全てにすると、例えばこう電話だったりナビだったり天気予報だったり、こういったものが出てくるんですね。じゃちょっとまずね車両にするか。でエアコンだけはここに常に出てます。なんですけどこのエアコンもね、こう助手席側
運転席側ってなってるんですけど、パッと見て、まあ、ステアリングヒーターでしょ、シートヒーターでしょ、でこれまあシートのベンチレーターでしょっていうような、まああのなんだろうな、エアコンって結構電気自動車だと意外と電力を食うんですよ。なので、イコール走行距離が短くなってきちゃうから、直接ね体に触れるところを温めてエアコンをガンガン効かせなくても快適な、温度帯でいられるように、こういったシートヒーターとかステアリングヒーターとかつけたりするんですけど、こういったですねステアリングヒーターとかシートヒーターとかはまあ電気自動車だとありがちなんですけど、この、はい、このスイッチあんま見たことないですよね。これちょっとオンにしますね。最強とかなったけど、これ何が温まるかっていうと、こういったアームレストというか体が触れるこういったところと、あとこの辺り、この辺りから熱を、あったかくなってきた、あったかくなってきたわ。うん、このここか、肘掛けんとこあったかくなってきたわ。結構あったかい。なんかね、あのほら昔さ、こう電気のこうなんていうの、蛍光、細い蛍光灯みたいのがこうに横になって、こう電熱でこう後ろが銀色になってて、スイッチ入れるとこうあったかくなるストーブあったじゃない、わかる、なんか昭和の時代にあったようなやつ、あれみたいな感じ、こうあったかいの。あるいはオイルヒーターってあるじゃないですか、こうじわっとあったかい、そんな感じ。へえ、まあ確かにこれ使えばね、エアコンをちょっと抑えても快適にいられると思います。なるほどね、考えてんな。でちょっとここでもできるんだよね。であとは、あとはじゃあここ車両アプリでしょ、まあ、この辺りはねもう見ていただいて分かるようなエクステリアとかインテリアとかなんとかかんとかとか、まあいろいろありますけれども、もちろん音声コントロールで OK BMW、 OK BMW、 今後音声入力を開始する際に使用する起動コマンドをお話しください。 OK BMW、 ありがとうございます。あなたの起動コマンドを登録しました。登録しちゃった、借り物なんですけど登録しちゃいましたけど、まあ音声コマンドでもいろいろやることができます。ちょっとやってみようか。 OK BMW、 天気予報を教えて。これは現在地の天気です。出た、出たよ、出たよ。今ねちょっと雨降っちゃってるんですけど、はい、こんなこともできます。であとね、ここにもね短縮呼び出しスイッチがいろいろあって、例えばこれ、これはね、まあ、ドライバー、これドライバーアシスタンスね、車線逸脱警告とかありますけど、こういったもので、あとはねこの車は四輪駆動なんですよ。で、そういったアイコニックサウンド、要はこれシャーッと音を出すやつとか、発信サポートとか、まあ、そういったもの、あと充電とかね、こういったものは簡単に呼び出すことができます。でライト周りのね簡単な呼び出しはこっちの電気のねスイッチの横にあって、ライトのね、はい、こうやってやると、ヘッドライトが自動なのかとか、こう調整ができたりとかするんですよ。だからまあいっぱいやれることあるんですけれども、なるべくその操作するものの近くに、しょっちゅう使うね呼び出しスイッチは置くことで使い勝手を、向上させているんですね。でここちょっと見てもらえますか。こうなるとね、なんかこうおなじみのアイドライブ風な感じでしょ。でもそれがこうクリスタルな感じでこう動くんだけどさ、なかなかおしゃれさんな感じですよね。でこれはエアサスの、ね、調整でしょ。これでもすごいよね、こんなつるっとしてんのにさ。あ、これは真ん中前モデルと押したら走行モードの切り替えですね。これスポーツ、エフィシエント、パーソナルってありますけれども、今までここっていわゆるノーマルとかね表示されてた。ジェスチャーモードも動いてんだ。
今こうやって私が手がやったんでね、音鳴っちゃいましたけど、 BMW はさっきの音声コマンドとジェスチャーコントロールと、あとこうやって手動のねコントロールと、まあ、いろんなね操作方法を取り入れてるんで今動いちゃいましたが、このパーソナルっていうのはこれいわゆるノーマルモードに値するものですね。今後ですねこういったパーソナルといって、それぞれのドライバーに合わせたモードっていうのが組み込まれて動くようになるそうです。まあ、このシステムね、この車から始まったものなので、まだまだね私もちょっと使い方おいおいどうしたらいいんだっていう部分たくさんありますけれども、まあ本当個人個人に合わせていろいろカスタマイズできるようになったっていうのが一番のこうポイントと言って良さそうですね。でその他にはこういう物理的なもの、もう一度やり直してください。慣れてないから喋られちゃったけど、はい、こういったですね大きなスペースがあったりとか、あとはこの辺りもね、物を置くスペースがあったり、カップホルダーがあったりで、ここはですね、はい、こんな感じであんまり大きなスペースじゃないけどね、説明書が入ったりとかしております。はい、まあね基本的になんかこうさあどうしたらいいのってねちょっと迷うようなね、まだ慣れてない部分がたくさんあるんですけれども、あとこれね、はい、これルーフ、ガラスルーフなんですが、これはですね、スイッチで、ちょっと待ってどれだ、これか、お、わかります？はい、スイッチのオンオフで、すりガラスになったり半透明の、ガラスになったり、これねカバーがない代わりに、こういったスイッチで調整ができるようになっています。まあねジワーっていうタイプじゃなくてオンオフタイプなんですけれども、まあこれでね十分ね、用は足してくれそうですよ。で後ろの席の方はね非常に開放感があるんじゃないかなと思います。まあ今日ちょっと残念ながら雨模様ですけどね。はい、まあね本当ちょっとご紹介するところがありすぎてどうしたらいいかわからないっていう感じだったりするんですが、この部分もねすごくスペースあって、この車本当にね、サイズ的にも大きいんですけれども室内も十分広くて、ただポジション的にもねすごい上まで上がるので見晴らしは悪くないんですよね。ただこうなんだろう、大きいので、慣れない人はちょっと感覚つかみづらいなっていうのがあるかもしれませんが、これまでちょっと大型の SUV 乗られてた方だったら、そんなにね、心配せずに、取り回したりできるんじゃないかなと思います。これはここか、はい、なかなかね探りながらですけれども、まあね新しい車なんでね、そういったこう探りながらやるのも楽しいかもしれませんが、こういったねクリスタルなね、こういうもの、ここにシートの調整スイッチもここにあるんですけれども、これもクリスタルな感じで、でここについたのはね、なんかまるでメルセデスベンツのようだったりもしますが、まあ、ちょっとキラキラキラしたキラした感じでね、すごくなんだろう、上質な雰囲気にまとめられてると思います。このあたりもすごいキラキラしてますからね、だからちょっと今までの BMW っぽくないななんていうふうに思ったりするんですけど、どっちかといえばまあ、ちょっと国を超えますけど DS っぽいですよね。はい、そんな雰囲気さえいたします。ちょっとリアシートに座ってみましたけど、床下にね電池が積んである分、うん、ちょっとやっぱ高いねフロアがね、なのでちょっとこう足を、私の身長でもここが空いちゃうぐらいだから、こう投げ出して座った方がくつろげるのかなと思いますけど、スペース的にはねめちゃめちゃ広くて面白い。ここについてるよ USBほら、ここにも、ここはなんかアクセサリーつけるとこだけど、ここにねソケット入れるとこついてんの面白いね。でここも、あ、ここすごい空いてる、ここの部分だからこれ真ん中座っても座れるわ。だいたいここ出っ張ってこうなるじゃん、これは大人3人横に座れるよ、嫌な人とじゃなければ子供だったら余裕。へえ、いやなんかねここにちょっと感動しちゃった。なんかね本当ラグジュアリーカーに乗ってる気分ですね。この車はですねバウアーズ&ウィルキンスの、オプションがついてるので、ちょっとそちらもねご覧いただこうかと思います。すごいの、ちょっとこれサウンドを堪能っていうデモモードがあるんでね、
これ映画館みたいですよ。これね、ヘッドレストにもスピーカーが入ってるんですけど、シートもね、ボディソニックみたいに震えてるの。30スピーカーだね。感動ものの映画を見たぐらいのね、迫力がありましたけど、まあコロナ禍の折、これでドライブインシアターに行くのもいいかもね。ではちょっとね、走ってみたいと思いますけれども、やっぱね、アイポイント相当高いですね。でこの車ね、まあ、分かりやすく言うと幅は X5、長さは X7、 高さは X6 ぐらいで、すっごい大きいんですよ。だからちょっとね、最初は気をつけなきゃかなと思ったけど、結構アイポイントが高いので見晴らし的には全然こう車の感覚はつかめますね。ただ長さが長いんで、まあ、駐車する時なんかはね、注意が必要かななんていう気がいたします。でね、面白いのがちょっとこのアイコニックサウンドって入れてみるね。おうおう、なるほど。これね、やっぱ BMW って駆け抜ける喜びをもうブランドでテーマでやってるじゃないですか。で電気自動車って静かなので、ちょっとこうサウンドでね、ワクワクさせるような、そういったものを入れようということで、このね、音作ったのがね、ハンス・ジマーさんっていう方なんですけど、映画のパイレーツ・オブ・カリビアンってあるでしょ、ああいうののこう、ね、音楽制作とかに関わってらっしゃる方が、まあ、いわゆる作曲したんですって。なんかすごいですよね。今ね、ちょっと速度がゆっくりなんで、まあ、静かになってますけど、これね、スポーツモードにするとちょっと音がにぎやかになるっていうので、ちょっと曲がり終わったら変えてみますね。これを、これか、マイモードスポーツです。おお本当に大きくなった。まあちょっとね、未来的というか宇宙的な、ほら結構響くね。あー、でもなんか楽しくていいんじゃないでしょうか。っていうか見てください、これこんなになるのね、スポーツにすると。いや、なんか本当ね、今前澤さんが宇宙行ってますけど、まあ、そんなね、宇宙にも行けてしまうような、火星あたり走れそうなね、そんな新しい車なね、感じがしますね。じゃあまあちょっとね、普通のパーソナルに戻しますかね、最初ね、まあ、ね、パーソナル。あ、なんかね、おとなしくなりましたが、はい。で、この車はですね、フロントとリアに一つずつ、モーターをつけた、四輪駆動の車になります。で、さらにこれエアサスがついてるモデルですね。で、これ50っていうやつなんで、そうなんですけれども、これ40っていう方になりますとコイルサスになって、また、バッテリーのね、要はパワフルさ、バッテリーじゃない、ごめんなさい。要はですね、モーターのパワフルさ、これも変わってきます、40と50でね。で今はこれパワフルな方の50に乗っております。でこれですね、モーターどれぐらいかっていうと、フロントが最高出力 190kW、最大トルクが 365Nm ですね。で、リアのモーターが、最高出力 230kW、 最大トルクが 400Nm ということで、リアのモーターの方が、まあ、力強いんですよね。で、こちらはですね、トータルだと 385kW の 765Nm になります。
でね、1回充電するとどれぐらい走れるかって皆さん気になると思うんですけど、これ一応スペック的にはね、650kW 走れるんですよ。でね、これがまあ、40の方になると450になるので、だいぶね走行距離変わってきますが、で実際ねこれみんな今日ね試乗車などいろんな人が乗っていて、476って出てるから結構ね走ると思うんだ。エアコンもついてるし、今ねワイパーも動かしてるしで、電気普通にガンガン使ってんだけど、はい、だから500は結構余裕でいけるんじゃないかなと思います。でさらにね、これ充電への対応なんですけれども、普通充電でもね 11kW まで対応してるし、急速充電器はね 150kW まで実は対応してるんですね。でそのうちね、この世の中の、急速充電器が 150kW までね上がるっていう、ことに今一生懸命、それは経産省とか、そういったところがやっておりまして、で 150kW まで上がるとだいたいね、3、40分って、まあ、1回の充電でね、まあ、だいたい 70-80% ぐらいまでパンと充電できるし、10分間、充電すれば約 100km 航続距離を伸ばせるんですって。で10分だと、例えばガソリンスタンド行って、今まで同様にねガソリン入れてなんとかんとかしてっていうのと、そんなに差がだいぶこう縮まってくるじゃないですか。でそう考えると、結構普段使いというか日常的に今までのこのいわゆる内燃機関の車と違和感なく使えるようになってくるんじゃないかなと思います。でもまあそれにはね、急速充電器の方が今茶でもって 50kW なんで、これがね 150kW まで上がってくれたりとか、あとはその 150kW のね充電網っていうのを、まあ、今いろんなメーカーさんがやり出してますけれども、それをねこう相互で使えるようにするのかとか、まあ、そういったところはね、いろんなこう、まあ、協力関係だと思うので、今後どうなるか分かりませんけれども、そうなるとね使い勝手の良い未来っていうのは待っている。逆にそれに対応してないと、インフラの方の整備が整ったとしても使えないですからね。なので、そういったものにこうフレキシブルに対応できるようになってるっていうのはね、可能性としては非常に、大きいのかなというふうに思います。でね、結構ね意外と乗り心地はいいです。これエアサスモデルだからっていうのもあるかもしれませんが、まあね、モーターって力強いんで、この車って 2.5 トン以上あるんですけれども、そんな重さは当然もちろん感じないし、意外とねドタドタ感ないんですよね。変な話、 BMW の SUV の中でもすごくうまく乗り心地的にはバランス取れてるような感じがしますよ、正直ね。中にはねちょっとねこうドタドタとしたモデルもなきにしもあらずですが、まあ、そういったところがこううまくね、はい、こなれてるかなっていう感じがします。でね、これ気になるのがね、最小回転半径が 6.0 なんですけど、実はねこの50の方のモデルはリアタイヤがこう操舵する、まあ、いわゆる 4WS 的なねやつがついてるんです。で低速度域だと、リアがね、まあ、フロントタイヤと逆方向にね約 3.2 度、で高速域だと約2度切れるんですけど、これちょっとその先にね曲がるところありますんで、そこにいた時にまたねちょっとお話しようと思いますが、どれぐらいぐいぐい曲がってくれるのかなっていうのもね見られるんじゃないかなと思います。もうやっぱちょっと踏むとすごい力強いな。ね、スーッと速度を乗っていきますしね、非常に乗り心地的にも滑らかですし、もちろん静かだし、でもねハンドルはね軽すぎるって感じもなくて、意外とこうどっしり感もあってね。でこの回生ブレーキの強さとかもそういったところもね全部調整ができます。この先がちょっと曲がるのでね、そこで見てみたいと思いますけど、このぐらいだと低速度域だから結構切れてくれるんじゃないかな。ああスーッとついて曲がっていくね。あ、大きさ感じないな、これは。最近ね割と 4WS っていうか、そこ後ろ切れるのあれですけど、お
今ね自動的に減速したよ。これねさっき回生ブレーキの強さ変えられるって言いましたけど、今ねこう自動的にモードにしてあるんです。そうすると前の車との車間を見てね、要はあの簡易的なアダプティブクルーズコントロール的にちゃんとね車の方でね制動もかけてくれるんですよ。ほらこういうとこ乗り越しても意外といいよね、乗り心地ね。あらあら、こんな大きな割にはあの狭いところスススっていけるな。やっぱこれあの、お、今車出てきたら自動的に減速しましたね。 4WS 的なやつのねこう威力ですよね。これ物理的なサイズがね、駐車場入る入らないっていうのが OK だったら乗っちゃえばね、そんなにね、もう見た目はねすごい、おお大きいなと思うけど乗っちゃえばそんな感じないわ。へえ。でもう一つね、これ今ね D モードじゃない、でこれもう一回こうやってピッてやると B になるので、こうするといわゆるあの BMW でいうと i3 みたいな、強力な、減速 G がアクセルオフするとかかりますので、ちょっと今度それで走ってみましょうね。いわゆるこうワンペダルモードに、なるっていう感じかな、わかりやすく言うとね。で今ねこれ i3 って言いましたけど、スピーチコントロールでは操作できません。何かに反応したね。まだねこれ今日お借りしたやつなので私仕様になってないんですよ。だからねこういろんなものにねちょっと反応しちゃったりしますけど、これあの自分がオーナーさんになってね私仕様になっていけば、あこれ今踏まないと止まってるわ、クリープしない B にすると、じゃちょっと曲がりましょうか。とこもね小回りやっぱ効くね。ちょっとあそこが赤なんでこの辺で止まるかな。お、結構止まりすぎちゃうぐらい結構やっぱ強力なね減速時かかりますね。あこれは本当 i3 と同じく、あ完全停止までスルスルワンペダルだわ。うん、街中だとねこのワンペダルモードあるのやっぱり楽なんですよね。正直ねペダルただ踏み替えるだけなんだけどね、でもこう一回始まっちゃうとやっぱこれ楽なんですよ。ただね高速道路とかだとはっきり言ってこれない方がスーって転がしながら走れるの でそういう時はこうドライブモードに入れればいいし、それがの普通にシフトレバーでパンパンって切り替えられるのは便利かもっていうか、すごくやりやすいかもと思います。私この車がね最初出た時に BMW って電気自動車って、まあ、あの i3 っていう完全な電気自動車、まあ本当パイオニア的なね存在になってますけど、それとあとあの iX3 っていうのと i4 っていうのがあるじゃないですか、でそういうのの種類かなって一瞬思ったんですけど、実はねこの車 iX は全然成り立ちが違うんですよね。あの iNEXT っていうコンセプトカーからの発展系なんです。で iNEXT ってね、まあ、NEXT って名前がついてるぐらい次っていうことじゃないですか。だから最初からね電気自動車として実は開発が進んでたわけじゃないんですって。次世代のパワートレインって何になるのかなっていう感じで模索しながら進んでたそうなんですよ。だからもともと i3 っていうのはもうねああいったコンパクトな電気自動車作ろうと思って出てきてるじゃないですか。で iX3 っていうのはあくまで X3 の電気自動車版なんです。要はあのガソリンエンジンモデル、まあ、ディーゼルエンジンモデルとかあった中で、その中で、電気自動車も作ったよっていうパターンですね。 iPhone もそうです、いわゆるこう4シリーズのクーペの電気自動車ということでこう作られてます。ただこの iX はもしかしたら水素自動車になったかもしれないし、天然ガス車になったかもしれないし、何になったか分かんないんですよ。たまたま今の時代でインフラなんかを見てやっぱり電気がちょうどいいんじゃないのっていうことで電気自動車として出てきたんですよね。だからもしかしたらプラグインハイブリッドだったかもしれないし、まあ何だったか分かんないわけです。まあそういった意味で逆にね新しいトライがものすごく盛り込まれているので、
まあ、紹介するもなかなかね難しかったりするわけですけれども、逆にねこう今の時代だったらこれ電気自動車でしょって出てきて、で i3 にはなかったような機能とか、あと他のね BMW のガソリンエンジンモデルになかったような機能とかも全部盛り込んで、この車から新しいまた BMW の時代が始まるよう的象徴でもあるんですよ。だから、このアプリを使っていろんなこともできるし、で走り味的にもいろんなこともできるしっていう形でいろんなトライが行われているっていうのは面白いですよね。でこれでね、まあ、いろいろ得られたデータがいろいろ今後のね BMW の車にね、盛り込まれていくんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、もう一度お試しください。慣れてないからいろいろ喋りますね、お会いできて嬉しいですって言われたまあでもね、あの付き合っていくうちに自分仕様になるでしょうし、なんかそういう育てていくね楽しみみたいのもあるかもしれません。でもね今これ普通に乗っててね、もう十分ね完成度結構高いんだよね、乗り心地とかハンドリングとかいう面では、扱いやすさとかいう面では。だからそのあたりはねやっぱりこうずっと車という乗り物を作ってきた BMW っていうのの培ってきたものがあって、そこに今の時代に合わせてたまたまパワートレイン乗せたよっていうのがねよくわかる仕様にはなっています。でもね例えばねこれのライバルって、まあ、はっきり言っちゃうと多分アウディのイートロンとかそのあたりかなっていうの思うんですよ。イートロンってスポーツバッグと SUV がねありますよね。 GT じゃない方ね、 GT はあのポルシェのタイカンとの兄弟だからね。でそれと比べると例えば価格的にもこの40って方は1000万切ってて、それこそイートロンのね50っていう方と同じだし、で買えませんでした。うん、もう一度お試し。おいおいちょっと待ってて。でそうなるとね航続距離的にはこちらの方がね相当走りますし、だからあの十分ねあの競争力は非常にあるのかなというふうに思います。まあ、最適にはちょっと大きいけどね。でもまあ乗ってしまうとそんなに、うん、やっぱりこう 4WS とかが効いてるのか取り回し的には悪くないですしね。すいませんまだ慣れてないから本当にいろいろ喋るなこれ。ありがとうございます。お礼言われたよ。いやしかしね乗れば乗るほどなんかね未来の乗り物なんだけれども乗りやすいっていうね、なんか不思議な感覚にとらわれますけど、まあ、こういったところも影響してるのかもしれない。ハンドルがねこれ六角形なんですよね。なんか BMW としてはこの形のハンドル多分初めてっていうか、他でもこう六角形ってねここ下がねこうあれ D 型とかあるけど六角形って珍しいと思うんですが、まあ、最近の BMW の中ではそんなに、まあ、細くはないよ。でもそこまで太くないしで、ね、こう触った感じもすごいなんかねソフトでいい感じ、気持ちいい感じ、ね、でもちろんヒーターもついてますしね。なんかほんとねあのラグジュアリーにくつろぎながらこう未来が味わえて、でも乗ってると非常に今までの車同様に扱いやすくてと、だきっと BMW ってこういう風になっていくんだろうなっていうことを予感させますね。いやなんか本当不思議な感覚ですね。未来感もたっぷりなんですけれども、取り回しの良さっていうのは、今までのね内燃機関の車 BMW の車とそんな変わらないというかね、本当不思議な感覚ですけれども、まあね電気自動車っていうとどうしてもねアレルギーがあるっていう方もいらっしゃると思うんですよ。で私もね環境問題うんうんっていうと、まあ、いろんな考え方があるので一概には言えないなって実は思ってたりもしますが、この電気でねこうダイレクトにこう動くっていうのかな、いきなりこうパッとね力が立ち上がる、トルクが立ち上がるみたいな、あといろんなことができるみたいな可能性を秘めてるっていう新しい乗り物として考えると面白いパワートレーンだなっていうふうに思うんですよね。まあ、これからどん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 、いろんなバリエーションも増えてくると思いますけれども、まあ車がねこう楽しい乗り物としていつまでもあってくれたらいいななんていうふうに思っています。というわけで、今日のドライブはいかがでしたでしょうか。はい、最後までねお付き合いいただきありがとうございました。また一緒にドライブしましょうね。またねー。